こんにちは。今回は麻痺側の手を生活で使っていくためのコツになります。特にこのスマホですね、スマホを麻痺側の手で持って操作する、このコツについてお話ししていきます。それでは本編です。この動画では左腕を麻痺側としてご説明します。さて、この麻痺側の腕、生活の中でどんどん使っていってくださいね。こんなこと言われた経験ありませんか？ですが、何も考えずに闇雲に動かそうとしてもそれは良くないです。なぜかというと、闇雲に動かすことによって筋肉の過剰な働きが生まれてしまう、つまり緊張、突っ張りが出てしまうんですね。これが続くと痛みを引き起こしてしまいます。なので闇雲に動かすのはダメです。ではどうすればいいのか。一つの考え方として、麻痺側の腕というのは高い位置、そして遠くに手を動かすほど緊張は増えます。なのでその反対ですね、自分の体に近い状態で、かつ低い位置から麻痺側の手使うようにしましょうってなった時に、一つの目安はこの太ももの上です。太ももの上に手を置いた状態で、例えば手のひらが上に向いてキープができたら、ここにスマホを置く、で操作ができるわけですね。これも一つ日常生活で麻痺側の手を使っていくということになってきます。ですがこれなかなか難しいという方多いです。麻痺側の手を太ももの上で上に向けようと思っても、指がギュッと曲がってしまうとか、すぐにこう内側に戻ってしまうという方多いんですね。このような方々は手をこのように動かす、ね、手のひら上に向ける時の運動の仕方を意識する必要があります。例えば皆さんどうでしょう、この手のひらを下向きから上にする時って、どこを意識して動かしてますか？もしかしたら皆さん、この手元にしか意識がいってないかもしれませんね。手のひら下だから上に向けようって、ここにしか意識をしてないかもしれません。でも実はこの運動はここから起こってるんです。肘の、まあ、根元に近いとこですね、ここがこのように回転するという運動が、手のひらの上向き下向きというのを作ってるんですね。なのでまずはね、皆さんここ肘がこう回転するなーっていうのを、動いてるなーっていうのを意識してください。もしこれ分かりにくければ、まずはいい方の腕でやるといいですね。いい方の腕でやると、なんとなく言われてみたらそこが動いてる感じあるなーっていうのが分かるかもしれません。でこれが分かったら、今度は麻痺側の腕で同じように動かしてみてください。この時は麻痺側の腕で無理やり動かそうとしなくていいです。もうあのいい方の手でサポートしながら動かす。そうするといかがでしょう、ほんの少しでもいいので、この肘に近いところがこのように回転して動いてる感覚があったら OK です。そうするとですね、この腕の余分な緊張というのも抜けやすくなってくるので、少し手のひら上向きでキープしやすくなってくるっていうのにつながってきます。それができたら、スマホを麻痺側の手に置いて少し操作をしていきましょう、ね、今まではいい方の手だけでこうやって動かしてたかもしれませんが、このように麻痺側の手使ってみてください。はい、ただ注意点として、この練習をするためにはある程度指が伸びてる必要があります。指がまだギューッと握り込んでいて、そもそもスマホこう置けないよという方は、まずは指を伸ばすためのコツをやってください。もしかしたらですね、指がギューッと握り込んでるという方は、肩周り肘前の緊張も高いかもしれません。このあたりのね、緊張が高いと指も握り込んじゃうんですよっていう方とかは、今回のスマホを置くっていう練習の前に、肩周り肘前の緊張を緩めて指を伸ばせるようにするっていう、楽に太ももに手を置く、この練習をまず先にやる必要があります。その後のスマホですね。はい、このようにリハビリというのは
練習する順番、まあ、その人の体に合わせて順番を細かく設定していくというのが大事ですので、まあ、この辺も念頭に置いて練習していただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。リハビリを頑張りたいけれど体の変化が実感できない人へ向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？